大福、お前は最終選別の時の。ま、待って。ま、お前もうやめろ。うん、落ち着いたら腹減ってきた。ない。ああ、ありがとう。ほら、半分食えよ。え、困ってた？スズメ？なんでわかるんだ？え、何か匂いする？それより、何か音がしないか？あとやっぱ、俺たち共同で仕事するのかな？子供だ、炭治郎。なあ、この音何なんだ？気持ち悪い音、ずっと聞こえる。スズミか、これ。炭治郎、もしかしてその人、この子たちの。ごめん、シリ君。翔一君、まさか。何か言った？うん、炭治郎はどこだよ。そうだっけ？それはよかった。で、なんでそんなに泣いてんの？ん？というか実は炭治郎もご法度に触れるんじゃないか。追ってるし、気持ち悪いやつだな。ムキムキしてるのに女の子みたいな顔が乗っかってる。ん？どうした？箸使えよ。そんなんじゃもうご飯を一緒に食べてやんないぞ。ご飯はみんなで一緒に食べた方が美味しいんだぞ。たんじろう。いいな、お前は気楽で何にもわかんないよな、人間のことなんて。炭治郎。村田って人は知らんけど、伊之助なら隣にいるよ。お前はよくやったって。すげえよ炭治郎。お、誰その人。雲になりかけて今も腕と足が短いままで、その可愛い人に体力を戻すための機能回復訓練へと連れて行かれた炭治郎たちが、そろそろ。おかえり炭治郎。伊之助、今日はどんな感じだった？何があったの？どうしたのね。怖い怖い怖い、行きたくないよ。すみません、ちょっといいですか？俺は女の子にお茶をぶっかけたりしないぜ。うん、俺にしてはよくやった。お前か。炭治郎に置いていかれてしまった焦りからなのか、丁寧に教えてもらってもうまく覚えられないんだよ。俺たちって本当にダメだなって思います。もしかして今そうだって言った？それはいくらなんでもひどくない？少しはお前も頑張っているくらい言ってくれてもいいと思うんだけど。もっと頑張れって言ったのか？仕方ないな。これをずっとか。どうしたの？鬼がどうのこうの言ってもなかなか信じてもらえんし混乱するだろう。まあ仕方ねえよ。とりあえず刀は背中に隠そう。炭治郎、禰豆子ちゃん連れてきてよかったのか？鬼殺隊本部に置いておくのが一番安全なんじゃ。